はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はね、麻酔の話です。麻酔ね、そしてその白血病になって骨髄移植をした人間がですね、麻酔をするとどうなるのかっていうのをお話しします。白血病になったらですね、骨髄腺腫というものをやるんですけども、まあ、医学用語で言いますとね、マルクと呼ばれている技術です。マルクね、よく聞くと思うんですよね。まあ、めったに聞かないんでしょうね、やる人しか聞かないと思いますけども、まあ、そのね、マルクするときにですね、必ずね、麻酔をします。まあ、そのね、骨髄腺腫というのはね、どういった行為かと言いますとですね、腰の骨に太い注射針をね、ブスッと刺して、その骨の中にある骨髄液ってあるんですけども、それをクッと吸い上げる医療行為です。まあ、その時にね、注射針をまあ刺すので、腰にね、ブスッと刺すので、そのまま刺したらめちゃくちゃ痛いので、先に麻酔をね、別の注射器で、腰の骨の表面の、組織までね、注入します。麻酔液をね、またそのね、麻酔をする時の刺す針がね、めっちゃ痛いんですよ、本当に。まあでも、しかしね、同じ麻酔でもですね、まあ、僕がこの内視鏡胃カメラとかね、腸のカメラとかね、それで検査をした時のね、全身麻酔ってあるんですけども、その全身麻酔の時はですね、腕についてて、首やったかな、腕やな、腕についてた点滴のチューブにですね、麻酔液をね、そのままこう、シューってこうね、流し込む方法だったので、その時はね、針を刺すこともね、なんか皮膚、肌にね、皮膚を刺すこと、やっちゃうわ。皮膚に針を刺すことがなかったので、まあ、痛みも何もね、なかったんです。ね、このようにね、麻酔にはね、様々な種類があります。まあでも、大体は痛い方が多いんですけどね。まあ、とまあね、今日はそんな麻酔の話なんですけどもね。先日の通院でね、久々に麻酔をしました。まあ、骨髄腺腫はなくてですね、虫歯の治療です。その虫歯のね、治療くらいでね、麻酔すんのかよってね、思ったかもしれませんけども、今の僕の体の中はね、痛みにすごい敏感すぎてですね、歯医者さんのエアブラシ的なやつあるでしょ、シュッてするやつ、歯にシュッてするやつね、あれでこうシュッてされるだけでもう飛び上がるぐらいこう痛いわけですよ。で、今回もそれでこう確認されてから、あ、麻酔してから治療しますわってね、言われてね、そうなりました。まあ、そして今回はですね、その前の方の歯、前歯と、まあ、その横なんですけども、その3箇所のね、虫歯をね、削って、で、削っているところを削っているところじゃない、欠けているところを埋めてもらうっていう治療をしました。またね、その歯の治療のためにするその麻酔っていうのは、その子供の頃にね、歯を抜くときにですね、こうめっちゃ痛かったっていうイメージがね、もうそのまま僕の頭に残ってたんで、このまたあの痺れた感覚なんかなとかね、思ってたらね、まあ、後はその通りでした。あ、でもそういえば僕、白血病になる前に親知らずを抜いた時もね、そんな感じでしたね。この痺れがね、ずっとここに残ったままやったんですけども、でもね、こうああいったその痛みや痺れっていうのはね、時間が経つと忘れてしまうものでね、その後の行動もね、すごい忘れてしまいがちやったんですけども、まあ、今回もね、その治療が終わった後にですね、ペットボトルで水を飲んだらですね、口からドゥーンって水がね、出てしまいました。唇がこうね、弱まって麻痺してるっていうのをすごいね、すっかり忘れてですね、忘れててですね、もう何もこうできませんでしたね。だからもう喉乾いたけど飲まれへんかなって、ストローもないしなと思ってね、ちょっと我慢してましたよ。でもまあしばらくするとね、痺れも収まってきて、唇が正常にね、戻るんですけどもね。でもね、今回はね、そのこれまでになかった新しい感覚がね、現れたんです。
その麻酔の注射をした針を刺したところあるじゃないですか。そこがね、夜まで痛かったんですよ。夜。そのなのに、ね、傷口が治るのがね、遅いのがね、病気なんで仕方ないんですけども、まあずっとね、大引く痛さなんですよ。今でもちょっとね、まあ2日ほど経ちつつんですけども、触ると痛みがあります。この、ちょうどね、歯の歯茎のところなんですけども。触ったらここやなっていう感覚がね、まだまだ残ってます。まあでもこういうのをね、感じてしまうとですね、ああ、体弱なってんねんなーってね、思いますね、やっぱりね。まあ確かに、その、骨髄移植じゃないわ、骨髄穿刺をしたところもね、腰のところね、まあ、しばらくは痛かったんですよ。でもその、まあ、何日か経った時も、こう、ズキンってなんか痛むなっていう感覚にね、侵されたこともね、ありましたし、あ、でもね、その、歯医者の麻酔針っていうのはね、注射器の数ある注射器の中ではね、もう群を抜いて、その、細いと聞いてたので、まあ、そんな細さや、傷口であってもですね、まあ、こんなに痛さがね、長引く体になってしまったんなーって思いますね。まあ、その、同じように病気をされた方やね、その他の病気で体が弱っている方もですね、まあ、きっとこんな感覚やと思います。あ、でもそれやったらね、僕思うんですけども、体を治すために痛い思いしないあかんのやったら、その、麻酔のための麻酔を開発してほしいもんですね。っていうか、そのね、麻酔のための麻酔をね、やってですよ。その麻酔聞いたらもう次の麻酔いらんがなってなりますよね。何のこっちゃわからへんがな。まあね、結果的に、一回の麻酔で耐えろってことですよね。まあね、とまあそんな感じでですよ。たった一回の麻酔でもこのようなね、感情にね、なります。まあ、というか、このような感情になるやつもいてます。僕のようにね。まあ感情じゃなくて、感覚ですね。痛みに関する感覚ですわ。まあ人それぞれですけどもね、まあ、こんな人間もいてるっていう話でした。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。